本来は入れ墨ボクサーはリングに立てなかったんです。少年院刑務所にも入ってるみたいです。でも出てくれないですよ YouTube。 僕の場合は暴走族じゃないですか。こっちやるぐらいですからね。で今日はね、何ですか、伝説のボクサー。そうなんですよ。そう、会いたい、あの伝説のボクサー。僕はでもね、付き合いがあるんですよ、うん、はい。でも出てくれないですよ YouTube。 なかなか見てない、はい、しかも昔、はい、バリバリですよね。バリバリ、もう俺初めて会った時、ええ、ヤクザかと思いましたもん。いや俺もね、大きい声じゃ言えないですけど、はい、ヤクザでしょ。元ヤクザ元ヤクザあの少年院刑務所にも入ってるんで。さすがですよ。さすがですよね。早速お呼びしましょうか。お願いします。はい、じゃあ本日のゲストはじゃーん。出た。ずーっといますよ。ずーっといるし、別に伝説でもないしね。大島浩成です。よろしくお願いします。すごいんですよ。この人が日本のボクシング界変えたんですから。いやいやいや、大丈夫。本来は入れ墨ボクサーはリングに立てなかったんですから。それを隠してね。そう。いや僕は立てると思ったらそのままで。僕は最初にもうあの和島会長の勘違いから始まったんですから。で、あの入れ墨落とさなくても大丈夫っつって。いや、はい、来てくれてありがとうございます。大島さん。いいですか。ちょっといろんなこと、はい、今日聞いてますよ。はい、お願いします。伝説のボクサーは今ですからね、はい、今何をしてるんだっていうことで、はい、まず引退してから何をやってたんですか。僕は今そうですね、あの今現在はあの居酒屋を経営してます。あの小さい居酒屋ですけど、あの入れ墨ボクサー、はい、大島さんは居酒屋をやってたんですか。そうです。そんであのアマチュアでプロとあのプロに加盟してないアマチュアのボクシングジムを、うん、経営したんですけども、まあプロに加盟してこれからプロでボクシングジムをまた経営していこうかなと思ってる段階ですね、うん、そんな段階で、まあ、今回コロナ禍になっちゃったんで、うん、来年落ち着くまではやめとこうかなと思って、うん、はい、結構ね、はい、賑やかな店で、そうですね、武田さんも何回も来てもらってますよね、うん、場所はどちら。僕はあの杉並区の上草っていう、はいはい、まあ、小さい町なんですけど、お店の名前は、イキヤっていう、ひらがなでイキヤっていう。なんでイキヤ。まあイキで稲瀬から撮ったんですけど、うん、まあ、結構粋なとこが好きで、僕あの渥美清さん好きで、うん、まあ、男はつらいよみたいな好きで、でまあああいうなんつうんですかね、もうなんつうか気がつかないところで気遣えるみたいな、そういう男、そう粋な人がになりたいなみたいな感じで、うん、でそういう、はい、今優しいです、はい、いや今本当ねすごいですよ、人脈もすごいし、やっぱ男気ありますからね。いや男気なかったら、うん、あの入れ墨ボクサーとして戦えないでしょ、高橋さん。いや男気はね本当すごいなと思いますよ。いや、うん、ありがとうございます。今改めて聞きますけど、現役の時何位まで行かれました。僕はランキングは1位ですかね、日本の1位ですね。はい、ライト級1位。そうですね、はい、もうやっぱ世界目指してやってたわけじゃないですか。いやもちろんそういうつもりで、まあ、茨城から出てきましたから、はい、まあ全然届かなかったですけど。今悔いあります、ボクシング生活。そうですね、まあ悔いあるっつったら、まあ誰しもがあるんだろうけど、やっぱり、うん、そうですね、まあ悔いはありますけど、まあしょうがない。でもまあ思いっきり、まあできるだけ自分でもやったんで、まあそんなに、まあ今はそうですね。やっぱりああいう入れ墨を消してまで人生すごいね、リングに立つ男ってやっぱ僕ら心打たれましたね。いや僕もだから今まで入れ墨した人がリングに上がれないと思ってたのに、はい、引退してちょっとして、まあ、大島くんが出てリングに上がれるようになったからすごいなと思って。いや俺もすげえ人来たと思いました。でも大島くんの場合は本当に消しますからね、そうなん、移植して。今入れ墨ボクサーたくさんいますけど、大体パウダーですから、ね、パウダーです、うん、だから大島さんはそんだけ言ったら覚悟を決めてボクサーになった人だから、ね、俺はだからそのやっぱりこの男気と気持ちっていうのはやっぱ絶対1回目の人にふさわしいと思う、はい、
チャンピオンには届かなかった男ですけど、ただ記憶には俺残ってるんですよ。記憶にはすごいですよね。はい、嬉しいですね。いや本当に好きなんですよ、大島さんのあのスタイルが。竹原さんとの思い出なんかあります？僕は仲良くなった竹原さんお店やられてて、そこにね、畠山ちゃんと一緒に行ったのが最初きっかけなんですけど、それからまあ話すようになって仲良くなって飲み、ね、飲み行ったりするようになって、でやっぱガチンコですね、ガチンコが一番印象深いですかね。ガチンコで一緒にああやって出て、いや面白かったですねあれね。その後もね、映画やったんですけど、僕タナトスっていう脚本やったんですけど、脚本っていうかそれの映画にも出たんですか。はい、そうですね、映画やりましたね。そう、あの何役ですか。トレーナー役です。トレーナー役、ボクシングなんで内容が。でうちの女房が見てて、最後までエンドロールって流れてたんで、大島博成って言ったんですよ。大島くんいたっつってこの膨れようで気づかなかったみたいな。大島さん率直に聞きますけど、現役の時より何キロ今お太りになりました？いや、30キロ近く太ったんじゃないですか。行きました。多分そうですね、25キロから30キロ近く太ったと思いますけど。でも雰囲気はね、ありますよ。さっき駅で待ち合わせたんですけど、ヤクザかな。歩いてきたんだマジで。いや、今あの言ったらその言葉出ましたけど、やっぱりね、大島さん聞きたいのはね、やっぱ入られてたんですか、その任侠の世界には。はい、やってましたね。もう中学校卒業した頃に、まあ、みんな高校生活楽しんでたんですけど、はい、もう僕が一人ぼっちになって高校行かなかったんで、はい、そしたらなんかそっちの世界からスカウト来まして、はい、はい、どうだみたいな。自分のイメージだと高倉健さん、さっき言ったようにあの渥美清さんと高倉健さん好きで、はい、高倉健さんのシリーズも全部見てたんで、ああいう世界にちょっと憧れがあったんですね。それでまあ、はい、スカウトされて、茨城の、まあ、そうです、茨城のいわゆる団体さんにそうです、団体、お前来いと。そうです。それが何歳だったの？それが15歳です、ね、15歳です。すごいのが僕も高校行けなかったですよ。僕の場合は暴走族じゃないですか。暴走族でスカウトですよね。そうそう、これ役ないですからね。もう言うんじゃないです、それより。人形の世界ですからね。もうね、本物の方にね、15歳でスカウトですから。茨城ってまあそういうやんちゃな子が多かったんで、あ、まあそういう少年ヤクザみたいな、そういう人が結構いましたからね。もう一番まあ年下だったんですけども、子供の頃、まあそうですね、殴られたり、そういう不良でしょ、要は殴られたり殴ったり、そういう、うん、繰り返してました。あのいい思い出がないですね。小学校小学校の時から、小学校の時から、まあでも腕力が結構強くて自信あったんで、うん、結構あの小学校の時とか力に物言わせて、あの言うこと聞かすみたいな仲間、だあのあんまり嫌われてたんでしょうね。で先輩とかにだから目つけられて。でもいじめっ子じゃないよね。いや、いじめっ子ではないんですけど、優しいですもん、めちゃめちゃ。で、まあ、ちょっと力物言わせて、そういう目つけられて先輩とかに、それでもう昔で言う呼び出されて、もうリンチですよね。小学校の時、そうですよ、小学生ですよ。そんでもうあの一声がめちゃくちゃ悪かったんで、その5人ぐらいに呼び出されて、ほんで正座させられて、で金属バット持ってこられて、そこに正座させられて、このふくらはぎとこの中に入れられて、上からグリグリ乗れられて、上からボッコボコにやられて。小学校、そうです、小学生ですよ。信じらんないですよ、今考えたら。いやですね。いやですね。そうですよ、茨城の小学校嫌ですね。広島のね、そうですね、粗大ゴミと言われただけ、相当やってたじゃないですか。小学校の頃はもうただのやんちゃですよ。そんぐらいですよ。そんなことしないですよ。なんかもう大島さんの今話聞いてた、竹原さんのあの広島の話なんて大したことないですよ。薄いです。いや小学校の時に金属バットグリグリでタコ殴りっておかしいでしょ。ないです。そうですよ。じゃあ中学校ですよね。あの僕早生まれで1月生まれなんですけど、中学卒業してすぐですね。すぐにいわゆる任侠の世界入って、はい、そうですその時は、まあ、それが一生の仕事だと思って、うん、もうすぐにだからその入れ墨ですか、あ、掘って、そうです、もうこれがもう僕の一生の仕事だと思って、もうすぐにそれを入れましたから。そうやって、じゃあ入れたのはもう10、そうですね、15歳6歳ぐらいですに、もうあの入れ墨を入れたと、うん、そうです。で高校は行ってないと、うん、高校行ってないですね。どういう仕事されてたんですか？
僕ですか。いや、あの当時は仕事っていうより、まあ、部屋住みだったんで、ね、結構部屋で事務所の仕事をやるというか、例えば掃除とか、まあ、電話番とか、はい、外出られなかったんですね。事務所当番が多かったんで、はい、いろんな組の事務所の当番するんで、はい、でまあそんな缶詰っていうよりは外にあんまり出られないで事務所の仕事ばっかりでしたね。そういう雑用係っていうか、まだ10代ですね。そうですそうですそうです。すげえな。すごいですよね。すごいな竹原さん。え、結局何年やったの？僕結局、うん、どれぐらいで1年ぐらいで、うん、まあ捕まったんですけど。何やってるの？僕はだからそういう事務所とか当番しててたまにこうやって外出るんですよ、うん、そういう時にまあ他の県とか行って、はいはい、まあまあ若かったですから名前売ろうと思って、はいはい、その時茨城とかそういう栃木とかってそういう本職だか素人だか分かんない人いっぱいいるんですよ、宮戸は。はい、はい、希少な人ばっかりですから。なるほど、ね、なんか喧嘩になったりするんですよね、はいはい、そんなんでよく喧嘩になって、うん、3軒ぐらい繋がってるところのお店で喧嘩になって、うん、でその当時30年ぐらい前でしたから携帯電話とかなかったじゃないですか、あんまり、はい、だからそういうなんか警察とかな喧嘩してる時に警察とか呼ばれたらまずいと思って誰かが持ってたバタフライナイフかなんか持ってそこのお店の3軒ぐらい全部バタフライナイフで切って電話をこうついてる電話を切って電話の線、そうです。でそれでまあ逃げて、うん、で逃げたのは良かったんですけどその時は逃げたんですけど、うん、まあその後も結構喧嘩とかして芋づる式に出ちゃって嫉妬しろみたいな感じで。それ10代ですね。そうですバタフライナイフで切ってっていう時の顔めっちゃ怖い人を切ったのかな電話線でよかった切ってって言うから刺しちゃったのかなって思ったら電話線を切ったんですね。ちょっとほっとしました。ほっとしましたね。それで何年ぐらい入ったの？それで少年1年、だから鑑別合わせ1年2ヶ月ですかね。うわ、そうですか。はい、それで少年に入っちゃった。そうです。親御さんたちっていうのは、それ大島さんの親御さんたちがこういうこと聞いていいのかわかんないですけど、はい、その時両方いられたんですか、ご両親は？はい、まあ小さい頃からもううちの親父とおふくろいなかったんで、もう、そうです、祖父母に育てられたんで、だからもうそうですね、かわいそうな思いさせましたからね。あ、ばあちゃんに。はい。そんなんでまあ少年に入って、うん、まあ、このままじゃいかないと思って、ただ俺小さい頃うちの親父も、うん、ボクサーだったんですよ、4回戦の。あ、じゃあ俺俺んちと一緒じゃん。そうそうそう、そんでそう、そんでガキの頃に後楽園ホールに連れてもらったことあったんですよ。なるほど、でつながるんだ。そうで、かっこいいなと思ってて、でいやー、俺もやりたいなっていうのあったんですよ。あ、なるほど。そう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 、それで、うん、いわゆるその任侠団体を辞めるわけですよね。そうですね。何歳で辞めたんですか？だから17で出てきたんで、17でもう辞めて、はい、そのヤクザの世界、はい、そのすんなり抜けられたんですか？結構そういう指こうやってくださいやいや、ありますあるありますありますよね。ありましたね。これ竹原さん、これなかったら力入んないでしょ。どうない、入んないですね、やっぱり。入んないですよね、はい、小指ないと。はい、で今大島さんあったからほっとしたけど僕の弟はないですけど。ないんだ。え、弟もボクサーなんですか？そうそう、大島兄弟。そうそうそう、え、なくてやってたんだ。やってましたね。すごいね。弟も僕より悪いですから。もう弟、お兄さんより悪い。弟もガッツリですよ。そうそうそう、前も後ろも入ってますから。今でも？今でもですね。ただ今はもう子供2人いて、介護の仕事やって、うん、真面目に。そうですよ、介護でずっと、うん、もう長いですね、もう10何年。偉いね。はい、介護の仕事やってますね。2人とも言ったらヤクザになったと思います。そうですね。で10代で全部やってますね。やってますね、はい、でよく抜けられましたね。そうですね、みんなその当時自分の組長だった方がすごい自分のセンスというか、うん、戦うセンスというか、うん、そういうの買ってくれてたんで、うん、お前ボクシングやったらいいよみたいな感じで言ってくれてたんで。ボクシングやるからやめたいって言ったんだ。そうです。そしたらお前それちょっといいかもしれないと、お前ちょっといけるかもしれないみたいな感じで
だからそれからもう応援してくれましたからね、普通にお前頑張れよみたいな感じで、すんなりすんなりやめれた、はい、でもやめてボクシングやるけど結局は初め知らなかったでしょ、入れ墨ボクサーはリングに立てないって知らなマジで知らなかった、あ知らなかった、はい、そのままでできると思ってました、うん、それ消したんですよ、で知らなかった、移植ですよ、移植、でも大体移植ってお尻の、そうですね、あの、うん、当時あのレーザーがまだ2、3台しかなかったんですね、そういう入れ墨消すレーザーが、まあ時間かかるっていうんで費用もかかるっていうんで、僕当時あの飯田橋にあった警察病院に行って、うん、すぐ落とせるもんありますかって言ったら移植手術ならすぐ11で落とせますよって言われて、そんでどういう手術ですかって言ったら、あのおけつとかあの内ももとかの皮を剥いで入れ墨のところにその剥いだ皮を貼るみたいな、まあ汚くなります、ケロイドになりますけどって、いやいや1日でできるんだったらすぐやってくださいっつって、もうすぐにもう入院決めて手術しましたね、はい、すごくないですか、すごいですよ、全部行ってこれ痛くなかったんですか、ね、なんか滝みたいなこと聞いてますけど、痛かったですね、痛いですよね、そうですね、入れる時より痛かったですね、だから剥いだ方が、まあおけつと内もも剥いだんですけど、その剥いだ方が、はい、そうですね、なんかやけどを見たくて、あパンパスしたんですけど血だるまになってて、はずれると痛いんですよ、こうやって気がついた時に、全身麻酔でやったんですけど、そしたら痛いなと思ったら血だらけで、でも動けなかったですもん、ちょっとの間、入院は何日、入院は何週間かだと思いましたけど、まあそうだよね、ただ肺でくっつけたところが動かすとずれちゃうから、あの動かさないでくれって言われて、こうやってずれちゃうんですね、皮膚が伸びちゃってぐちゃぐちゃになっちゃうから、何ヶ月か半年ぐらい動かさないでくれって言われたんですかね、竹原さんもこんな風に変わってると嬉しくないですか、です、ね、まあ、引退して本当はもう優しくなって、で僕はあの人脈本当半端じゃないから、やっぱ性格いいんだなと思いましたね、まあそうですね、うん、人が集まってくるっていうのはやっぱその人の人柄ですからね、はい、優しいですもん、喋ってだって好きな人、はい、厚み清さんですよねそうです悪い人じゃないでしょ厚み清さん好きなんですよ、はい、大好きです、もうね、はい、大島さんでもやっぱりプロボクサーで世界チャンピオンになってやろうと思って来たわけですよね、そうですね、茨城からそうですね、そうやって思って、うん、チャンピオンになろうと思って、じゃあ僕はあのジム入った時に輪島ジムだったんですけど、輪島会長が勘違いして、うん、勘違いから始まったんですよ、輪島会長がそのままできるよって言って、うん、そうあそれできると思ったんですよ、あなるほど、入れ墨入っててもできるよと、そう初めにダメだって言ったらやってなかったかもわかんないんだ、もしかしたら諦めてたかもわかんないです、もしかしたら、ね、でリックにやるまで無敗だったんで、チャンピオンクラスになるとやっぱり技術がやっぱり違うなと思いましたね、強かったのは全部総合的に強かったのはやっぱり佐竹ですかね、やっぱ一歩踏み出して一生懸命チャレンジするってことが大事ですよ、諦めない限りやっぱチャンスは絶対来ますからね。